4つのストロークっていうのがあって、はい、を上の状態から下のところに下ろしてまた戻ってくるフルストローク、はい、でかい音が出てる、はい、こうなる。で、これがフルストローク。で、ダウンストロークっていうのは高いところから低いところに落として水平に止める、はいはい、水平で止める。ダウン。ダウン。で、アップっていうのがこの位置からちょんと当てた後引き上げる。へー、はい。そうそう。で、はい、タップっていうのが低いとこから低い。そう。はい。っていうのがあるんだけど、この4種類のストロークがあるっていうのもあって、はい。英語的カウントの仕方、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。日本語って切れるのよね。日本語は切れる、うん、お前何やってんだえ、そういう話じゃないですよね。食べてんのか、おらんじゃなくて1、2、3、4、1、2、3、4、こう1、2、3、4ってこう切れちゃう。あー、はい、空白が残っちゃうから。だから、なんていうの、あの日本人って温度とかさ、こう、ワン、ツー、頭打ちじゃん。はい。1、2、3、4、1、言葉尻がもう切れてるから。なるほど。で、英語はって言ったら、ワーンってこう、ツーとこう伸びてくるね。スリー、フォー。ああ、はい、うん。確かに。だからカウントするときに、英語だったら、日本語だったら、1、2、3、4、1、2、3、4、で、英語だったら、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーって伸びる。ややこしいのが、これを表現したいけど、日本語で喋る人ね。1、2、3、4、1、2、3、4っていう。かぶれちゃった。8部は、こう書きます。エンド。エンド。ワン、エン。ワン、エン。で、3連の場合は、ワン、2、エン。ワン、イ、エン。うん、